ザックバラン TV! いや、違う、分かんない。違うよ、違う。タイミングがちょっと分かんない。違うのよ。俺がザックバラン TV って言うのかなと思ってたの。俺も。で、ザックバラン TV ってなるかなと思ったら、321、あんま見えてないっていう、ね。ああ、そう。はい。そう、というわけで、ね、はい。今日はどこからやってるでしょうか。いや、どこでしょうか。どこでしょうか。世田谷線、はい、沿線、はい、若林ギャラリー233からお送りしております。ありがとうございます。MC やります、ウィンカーファイルです、お願いします。ウィンカーファイルです。いや、違うじゃん。え、 MC やりますとかじゃなくて、お相手はって決めてたじゃん、俺ら。あ、かっこいいなみたいな。あ、そう、そんなラジオのあの、今日のお相手は私みたいな、あれで行こうって決めたじゃん。そんなしっとりな感じじゃないから、この番組。いやいや、違う違う、久々にさ、そのなんか、はい、頭のガナリみたいなのやったから、あ、MC はみたいな、ライブみたいになっちゃったけど、違うんだよ、これは。わかる、はい、ライブみたいに人集めてワイワイワイやるんじゃないの、うん。みんなが家で一緒にね、うん、一緒にこう食卓を囲んでる、そんなぐらいの感じで見てほしい。お相手は敏感ファイルですっていう、このいきなり耳障りのいい感じで始めたいね、俺。いや、いきなりすげえダメ出しするじゃん。そうだよ、そうだよ。今日は、100人ね、同時視聴100人の会をね、やるなんて前回言ってたんですけども、はい、そうですよ。もうね、すごいメンバー集まったんですよね。そう、あの、基本的に僕らは100人同時視聴のを目指す番組なんですけど、はい、ちょっとどうやっても無理だってことで、そう、僕ら2人じゃ無理だっていうことですね。そう、年に1回100人を目指す会と題しまして、うん、ものすごいゲストをね、そう、とにかく呼びまくってそれでの他力本願で100人目指すっていうことをやってたんですけど、はい、今回ね、すごいメンバー集めたんだね。いや、すごかったですよ、もう。超有名アイドル、はい、超有名俳優ね、もう、はい、ありとあらゆるね、番組出てますよね。もう出てますね、はい、それから、グラビアアイドルね、セクシーグラビアアイドル、はい、それから、おデブタレント、お、ね、また違った角度からね、また違った、そして、いろんなあるスポーツに精通してる芸人さん、お、ね、そして今若手の大人気芸人、はい、なるほど、僕らの後輩ですね。後輩ですね。そんなメンバー集めて、はい、100人ポッと行っちゃおうじゃねえかなって言ってたんですよね。はい、奇跡が起きたんです。何ですか。全員今日仕事が入っちゃったんです。なんとテンションもガタ落ちですよね、僕らね。いや、そうですよ。これだったらいけるなんて。これで年末気持ちよく100人迎えて、もうあとはもう年を越すだけだったのに、そんな感じだと思ってたのに、思ってたのに、今回全員オーバーが蹴られるという、順番にね。あ、ごめん出れなくなっちゃった、ごめん出れなくなっちゃった、うん、いや、確かにね、いや、このザックバラン TV を優先してくれなんて言えませんよ。言えませんよ。けどね、お恥ずかしい。けどちょっとね、うん、いや、その中の人のでさ、ほら、ラジオで来れないとか、もうそれしょうがないよね。まあ、しょうがない、しょうがない。だけど違うのよ。何、ちょっと稽古が、稽古が入っちゃってみたいな。俳優か。いや、稽古が伸びそうだからとかね。ああ伸びそうだから、ふわっとね。いやいや、もうそれやったら最初言ってほしかった、出たくねえって。でもね、でもまた、まあまあ、その気持ちはでも嬉しいからね。そう、僕ら来年は必ずやろうと思ってますんで、はい、ね、まあ、ただちょっと申し訳ないということですね。そう、だから今日は、今回はちょっとね、だらだら話してもあれなんですけど、今回は、うん、2017、はい、ザックバラン TV を振り返ってみよう。これ意外と大事ですからね。そう、まあ、あの、まあ、毎年というか、去年も、そうそう、去年もやりましたし、うん、いや、僕だからこういうの好きなんですよね。こういうのを振り返って、こんなあったね、あんなあったね、あ、懐かしいねなんて。で、うん、それで、そんな妄想してもしょうがねえじゃねえかなっていう人もいるよね。まだそうだね、やったことをもう一回振り返る意味ねえじゃねえかなって。いや、それを見てもらえばいいじゃねえかみたいな、ね、意外とここのボスの中根さんもそういうの好きだから、うん、意外とね、いいじゃないなっていう。今日いいじゃない、今日いいじゃない、それでいいじゃないなって言ってくれるんですよ。そして、はい、今回ちょっとですね、ここ使うんで、この後出ないんですけど、随時質問、いろいろ募集してます。もしよろしければ印鑑ファイルね、@yahoo.co.jp、はい、Yahoo さんの方の力を借りました。今回僕たちはもう、それ以外のものの力を借りる、はい、ここに届くシステムになっておりますんで。ちなみに今もう届いてるかな、もしかしたら。いや、早い早い、まさか。まだ、届いてございません。届いてないかい。どんどん送ってくださいね、皆さん。何でもいいんだね、はい、ぜひちゃんとね、充電切れないように。昨日買いました、この携帯のバッテリーの方の。しかもおかわいい。そう、おかわいいやつ使ってますんで。ね、
可愛いななんていうのお願いしますね。さあそれでは早速ね振り返っていきましょうよね、はい、じゃあこれいろいろありましたけど、はい、まあ、今年はね1年間ですからね。今年はね、なんといってもね例年と違うのは、はい、ゲストを毎回呼んでですね。そうそうそう、ね、で、まず1月からいきましょう。1月こちらですね。1月は2人でやったんですね。ゲスト呼んでねえじゃねえかよ。あんだけゲスト呼んだっつって。なんならね、この1月に決めたんですよ。今年はゲストを呼ぼうと。あ、なるほどね。ね、うん、100人の会以外もたるき本がしていこう。そうだから100人目指して何をしていくかっていう話し合いを多分、うん、そう、ここでね、いろいろ話出たんですよ、うん、まずね、最初ね、今日なんか僕が飛び出しでやりましたけど、はい、この時はパパ、パンパパパパパパパン、あ、お正月のパン、パパパパパパパンっていう俺の BGM、うん、開けましておめでとうございます、はい、そっからの、パンパパパパンって BGM が変わっちゃって新郎新婦の入場ですってなる、うん、あの下りをやった、ね、誰の結婚式だよだよっていうね、うん、あれが絶妙にね、あれ俺もう改めて見てるから全然面白くない。二人だけ盛り上がってる、あーいとか言ってで、こういろいろね、この日だから僕はもう坊主にして何日か目ですね。あー、それで、はい、で、ちょっと帽子かぶって、はい、まだお恥ずかしい感じ、今年どうしていくかなんて。意外とこの時にいいこと言ってたんだよね、服部さんが。本当ですか。毎月、わらしべ長者みたいな感じでなんか物交換してた句とか、うん、あとは毎月なんかいろいろ作ってって、うん、で、なんかちょっとずつね、うん、それで最終12月まで作ってってそれをプレゼントするとか。あ、ディアゴスティーニスタイルね。ディアゴスティーニスタイルで、それは言ってた気がする。そう、あと、うん、あれよ、毎回合言葉を、12文字のなんか合言葉にして、それを分かった人は、うん、で、放送のところで言うか分かりません、ね、だからアーカイブ見てもいいし、それは生放送で見てもいいし、見てもいいし、ね、そう、それで最後にプレゼントあげるみたいな、まあ、確かそれで、その12文字ちょっとの言葉長くねみたいな感じになった、なったなったなったんですよね、うん、そんな1月です、うん、はい。あとは僕の坊主の理由大喜利なんかをしてしてね、まあなんかね、結局1月だから今年どうしてこうなんていうので、あんまりこうなんかあれだよね、はしゃいではない回、そうですね、うん、そんなにワイワイしてない。でも杉さんはだからルイージから、いや、マリオに、そういうことですね。ルイージからマリオの方に移行してった。あー、まあ、振り返るといろいろ見えたけど ね、 ね、だから変な、やっぱ主役がいいと。そうそうそう、サブだったんだこの時、はい、サブからね、はい、ルイージから、うん、マリオのねなりましたよね。はい、羽鳥さんちょうど同じ動き、同じ服だ、やば。何も変わりがない。1月と12月で同じ服着てる。髪型、眼鏡、全て一緒、全て一緒、何の変わりもない。すごい、多分ね、これ結構ね、うん、これ1軍ですもんね、服部さんね。はい、僕はもう1軍だから1軍まだ出てきてほしいけどね。そして、まあ1月こんな、はい、まあこんな1月はいつもそうなんだよね、今年1年、はいはい、どうしてこうみたいな。そして2月ですね。2月、ゲストですね。お、ゲストに初というか、まあゲスト2017初ゲスト、ホビー後輩ですね。後輩、後輩ですよね。ホビー来てくれて、なんかね、この時この格好がなんか謎ですけどね。これ何で、これね、た、何の覚えてないですか。なんか筋肉ですか。この回が、服部さんのね、だから服部さんもこれから結婚すると、うん、その時お見合いがあって、うん、絶対聞かれる質問、ご趣味は、はいはいはい、服部さん何ですか。アニメ、アイドルね、絶対無理じゃん。そうね、でホビー呼んで趣味を、そう、かっこいい趣味を、そう、一個ぐらい持っといて、うん、ご趣味やってる時にポン、かっこいいってなるような探そうって言ったバイクに乗りたい、バイクのアメリカンってこうじゃないっていう、アメリカンのハンドルをみんな持ってるポーズなんだよ。もしくはポケモンのマンキーね、これ。マンキー、わかんねえわ。マンキー、ポケモンやったことないから。ないか。マンキーいますよね。あ、そうですか。全員やったことない。そうですね。おじさんしかいない。僕ら以外、そうですね、皆さん年上の感じで。マンキーっているんだけどな。で、そんな回ですよ。だから、登場前にホビーのトラブルがあったり。あー、そうね。で、2分ぐらいで呼びはずが、ちょっとね、表でトラブルあって、5分ぐらい、はい、なんと、人力車にすごいやつがいるんですみたいのを、あ、それでちょっとなんか、ハードル上がっちゃったみたいな感じだった。うっすーって話をずーっとしてるっていう。出てきづらくなっちゃう。結局、この時に、はい、ね、趣味、いろいろホビーにやってもらって、はい、最終的に、あなたやるって言ってた趣味あるんですか。あれ忘れたわ、もう全然忘れたわ。折り紙、
折り紙折り紙をやってみる、僕がやりました、わかりましたやってみますって言ってたけど、うん、そっから何の次の回からもう忘れてたなしねあとこの回からすごい質問を募集しますって言って、あ、はい、服部さんのをムカつかせる言葉とか、うん、僕の坊主の理由なんて、それでさっきのアドレスができたわけですね。そうですよ、あれを作ってやりましたね、はい、これそんな2月でしたね、はい、そして2月の初め、次3月ですね。3月は、なんと2人、あ、2人なんですね。そうゲストなし、この回が俺ね全部見た中でね、この回が一番面白くない。さすが2人、この回は全然ゲスト頼りの俺そうなんかね、うん、もう始まりもダメ、もうなんか俺のわがままみたいなやつ何言ってるの、何曇った顔してんの、嫌いだなそういうの、笑ってる顔が一番素敵だと思うよ、ザクバラ TV みたいな、なんだそれ、かっこいい感じのね、うん、ジャニーズとかが CM またぎで、CM 前にやりそうな、うん、ああいうのやりたいっつって俺やってたわけよ。そんなんやってた、そう、あと服部さんここで引っ越しをしてます、引っ越しトークを繰り広げてます、森の奥に住んでいるんだっていう、ね、で、この時にいろいろ質問募集したやつが来たんだよね、ラスさんの前の月で、そう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 、はい、服部さんムカつかせることは足が臭そうな顔してますもう一番困っちゃうやつだね、日大黒太郎さんが送ってくる、この1回だけ日大黒太郎さん送ってくる、まあそんなんありましたね、はい、そんな3月でしたね、3月はそんなもんですね、3月はもう、うん、あのね、そうですもん、ベストアンサーの道なんてやってるじゃないですか、うん、あれのでベストアンサー取れないから質問して、あ、質問して、いい回答を見て学ぼう、学ぼうみたいなやつなんですね、はい、そして、4月、河合くんが僕の一番仲いい人間、毎日ほぼ一緒にいる、ほぼ一緒に週5ぐらい一緒にいる河合くんですね来てくれたんですね、これでベストアンサーへの道をやったんですよ、はい、だなかなかベストアンサーが取れないから、そう1回2回最初ポポッと取って、うん、その後全然取れないから、うん、もう今回を絶対取ろうっていう時のゲストで河合さん呼んだね、そう万物の後輩、そう河合が来てくれてすんごいいい答えいろいろ出してくれたのよ、そうめちゃくちゃいい答えよ、それこそ上司が、うん、うんこ臭い、うん、で調べてみたら犬の落ちてるうんこを拾ってくるっていう、うん、で集めるっていう趣味でうんこ臭い、うん、けどまあしょうがないんじゃないか、はい、そういう質問に対してしょうがないんじゃないか、うん、とにかく幸運を祈りますっていうね、なんか変なウィットウィットなんだすごいの考えてくれたのよ、まずどんな質問に答えてんだって話だけど、うん、確かにでもすっげえね、うん、あれ先輩に、うん、点いっぱい取った方が、あ、なんか点取ったらなんか何でも買ってやるとか言って PS 欲しいって言って、はい、後輩がで先輩が3点決めて PS3 台分の金をこせって言われてます、どうしようとかね、うん、いろんなのにね、こうすごいいい答え出してくれて、いい答えをして、あとね、この時からね、俳句をやってます、俳句、まあ俳句ね、終わりで、あ、コビの時もやってるんですけどね、五七五の、それぞれが五七五やる、これものすごいいいの出たのよ、この時部活の厚さ俳句をやって、3人で、はい、で、河合、服部、柘植という並び順で出たのが、河川敷ライバルたちと栄光へっていう、すごいいいよ、かっこいいのよ、めちゃくちゃかっこいいじゃん、そう、それをもって、この回は終わったんですね、すげえ終わりか、いい終わり方、そう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 、すごいよ、いい答えが多かったんだよね、そうだよね、そうで、これを送っときますなんつって、なんつってこの回終わりましたね、次の月にだから、で、次、これ5月ですね、5月もなぜか河合くんが来たんですね、あれ、河合くんいますね、なんでだろうなんていうなんで河合くんが2ヶ月続けてるんだろうなんていうのなんですけど、これね、4月のその河合くんが答えてくれたアンサーをベストアンサーに投稿し忘れるというね、つげさんが、そうだよ、最低でしたよ、そうなんですよ、だからもう一回呼んでもう一回やってっていう、うん、違うやつもう、だからそのベストアンサーにも期限があるから、うん、もうその日はもう前の回のやつの回答はもう送れないっつってな、送れない、だからもうこの回は新しくまた質問を取り寄せて、うん、それにまた答えてもらおうっていう、いや、そうなんだ、前回良すぎたから、うん、河合くんがね、うん、この前の回がそれでもう一回出んじゃねえかと、すげえいい回答が、そうなんだよ、うん、そしたらね、あんまりやった、ね、あんまこの回盛り上がんなかったんだよ、なぜか、そうなのよ、すんげえ覚えてる、すんごい盛り上がんなかった、で、あとあれだね、この回初の試み、はい、
最初2人ともいなくて、うん、横から入ってくるスタイルっていうのをやって、うん、大失敗ね。もう登場失敗ばかりじゃん。バーって入ってきてぬるーっと、まあ、ダバーとかじゃない、ルーって入ってきて、え、もう始まってますっつって、うん、カウントとかなかったんですって。そう、これだから土屋さんが、いやいや、横から入ってくるって言ったから、そのおかしいでしょだってちょっと怒られたの、そんな5月でしたね。河合来てくれて、2回連続来てくれてますからね、はい、そして、6月、ゲストが、くるびラビッシュ、マノ 5.1 サラウンドですね、来てくれましたよ、はい、これはもう覚えてますよ、僕はもう。で、この時に最初にあの河合くんのベストアンサーのへの道のアンサー、うん、飲み会の幹事を頼まれたんですけど、どうしたらいいですか、ずらーっといろいろ質問あったので答えたやつがベストアンサー取るんですね。ええって取って今初見の驚きしちゃったよ。そうベストアンサーこれ取ったよ、3つ目のベストアンサー取ったね、うん、であと真野くんがこれ出てきてあの登場するけど、あの登場すごい失敗するっていうね。だからそうね、音だからまだこれあれなんだよね。そう、今やその昨日とかもまあネタ番組とか出てた、ね、ネッパ&ローラの爆笑まとめみたいな、うん、グルービーラビッシュですけども、うん、当時まだ組み立てですからね。そうだね、だから10ヶ月前とか半年前はまだ組み立てで1回も舞台に出たんや。そう、ネタもできてない、ネタもできてない、キャラもブレブレ。そうよ最初ね、かっこよくグルービーラビッシュの 05.1 サラウンドですとか言ってんのに、その後全然だったのね。間の、ただの間のだった、ただ間の。でも6ヶ月でねだいぶ行きましたから、うん、でこの時に服部さんの動きのキレを出そうってことでダンスを教わるんですね。はい、いろいろ踊って、いや地獄でしたよ見てるこっちもすごい、すごい書いてあるんだから。そうそうそう、でこれで最後に俳句もやって、はいはい、覚えてます。僕すっごい好きなクラブ俳句。あ、クラブ俳句、うん、あ、俺ね立ち、え、違う、え、お立ち台、うん、俺お立ち台って書いた気がする。俺その後は覚えてない、覚えてない。服部間の俺の流れなんだけど、うん、お立ち台ビートに乗せられねえ DJ いいな、いいなってその時言ってたけど、うん、あの改めて見たらなんかダセねえ DJ もダサいし、ねえ DJ、お立ち台ももうなくないっていうさ改めてね。でビートに乗せられもさ、もうさ全員、まあ、全員ダサいこと言ってた。すごいダサいのよ、なんかクラブってこんな感じでしょみたいな言ったことねえやつらが言うやつそうそうそうそんなんありましたね、6月で7月ですね、はい、次この振り返りでだいぶ食っちゃうね、うん、とやっぱり、ね、4月こちらです、うん、はい、竹雄さんが来てくれました。竹雄さんね、で、あの最初にね、年末っぽく年末ぶってあこれやばいな、オープニングやるっていう。あ、そうだね、もう年末ですね、うん、みたいな、あ、次は次して今日いろんなことありましたね、うん、とか言って、放送中絶対脱ぐもんだって普通は。普通ね、この格好でまずねただそれを払拭するために、うん、3回ぐらい俺が暖房器具が壊れたもんでっていうすごい言ってんなっていう、なんかフォロー変な。そうで、竹雄さんがいろいろ企画を考えてきてくれて、そう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 、例えば滑らな愛話だ、ね、ああ面白い、イチャイチャして、うん、イチャイチャだから彼氏と彼女のイチャイチャトーク、 あとはなんかあれだね、このどこどこのお店予約しといたから一緒に行こうね何々ちゃんなんていう LINE を間違えて送っちゃった体にして、はい、それで友達たちからどんなウィットな返しが返ってくるか選手権、ウィット選手権ね。そう、ウィットな友達持ってる選手権、あとは鳥初クイズね。あ、鳥初クイズね、服部さんのもうものすごいその意味わかんない開始、とんちんかんな開始だってまだこれ7月じゃないですか、うん、7月の時点でめちゃくちゃありましたから、めちゃくちゃあったその中から選抜した3つぐらいもっとあったよみんなよすごいありましたね。これは全部見てほしい、はい、これ見てる人、そうですね、鳥初クイズ見てほしい、すげえ鳥初クイズで俺30分やりたいもん。鳥初クイズを見た上でその前のアーカイブをまた見てほしいですね。だからそう、鳥初クイズ見てそのシーン見てほしいいや俺さ、これ鳥初クイズ終わって、うん、そんなこと服部言ってたんですかーなんて、うん、言ってその後アーカイブ見たらもう唖然としたもんねそれよりひどいんじゃないかっていうもうまだ面白くしてくれてる、すごい、そう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 、竹雄さんが、そう、そんなありましたね、うん、鳥初クイズすごい、これはそれこそスタッフとかこの皆さんにもすごい評判良かった、鳥初クイズみんな思ってたんだよ、服部とんちんかんだなっていう
で、8月、これ服部さんが呼びたいって言った、イカちゃんですね。イカちゃん、我らがイカちゃん、イカちゃん今なんかテレビでね、みんなんか癒しとか言われてますけどね、うん、裏では全然そんなことないですけどね。いや、そんなことなくないよ。あ、そうか、ずっと癒しだよ。服部さんが呼びたい、どうしても呼びたいっつって、そうこの時はね、気持ちよかったですよね。服部さんがなんかベタベタイカちゃんこと触って ね、 なんかね。そんな風に見てないから俺、ね、俺ら娘でさみたいなねちょっとね、気持ち悪い服部さん出てましたけど、そんな親戚のおじさんみたいになってたもん、ね、でこの時にね、イカちゃんのカップソングやってもらって、自作の絵描き歌、あー、ありました。はい、そう、絵描き歌って、あの、うん、絵描き歌聞いただけじゃ、あの、絶対にわからないみたいなっていう、ちゃんと描けるのかっていう、ね、描けるのかということです、うん、やったんですよね。で、もう地獄の、もう誰も描けないし、うん、服部さん描いてるんですけど、気持ち悪い気持ち悪い、気持ち悪いし最後描いたのがバイキンマンだったね。あー、バイキンマンね、俺のトトロの、うん、トトロの絵描き歌を服部さんがバイキンマンかなっつってバイキンマン書いたんだけど、うん、最終的にあの発覚したのが紫色のペンだから引っ張られてバイキンマンになっちゃってるっていう超恥ずい。その絵これも鳥発クイズになりますからね。これなるなるなるでね、見てほしいんだよな、あのイカちゃんが最後に書いたやつ、はい、ミッフィーちゃんだと思って書きましたってやつがマジで気持ち悪い一番の一番気持ち悪い、なんかこの日の一番すんごい気持ち悪い、意外とイカちゃんだったの。イカちゃんだったんだね、うん、このまあまあなんかほのぼのしたいい回でした ね、 そうですね、この回はね、やっぱイカちゃんのおかげで、はい、でその後、これが、はい、我らが、ミノタ王の生誕祭ですね生誕祭ね、9月一番人数が来ましたこの日。もうちょうどその放送の日がもう当日だということ、誕生日のね。そうですよね、当日でしたね、うん、そう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 、じゃあもうやっちゃおうっつって、そうそう、で俺らがなんかいまいち敷けなくてねどうしようみたいな意外とその土屋さんがやっぱノリノリだったから、いや意外とね、まあ、そのってノリノリというか乗っかってくれたというかね、うんなんかね、まあなんかいやいやちょっともうやだよこんな、何よって感じだった、ね、そう、俺らの想定ではそうだったね。どうですかって言ったら、そうじゃのみんなね、意外とやってくれちゃった、喋りも変わってましたから、うん、ねえ、俺らがそれにあたふたしちゃったね、うん、ちょっとあの入場登場でボケてみたいなね、うん、まあ面白かったですけどね、面白かったです、面白かったです、みんなだからそのこうボケてってみたいな、ね、そうそうそう、貢ぎ物があるっつってボケてって、はい、これ結構僕ら仕切りが悪くて、その後結構ねダメ出しがありましたけどあの回は、ね、そうですね、来年ねまたやるならね、もっとあれですよね、違うでしょ、たぶん日付が、いやでも別日でも、まあ、別日でもね、やりましょう、やりましょう、はい、生誕前夜祭、やりましょう、大夜祭、はい、やりますやりますやりましょうね、こんなやりました、ワイワイやりました、はい、で、10月、はい、10月ですね、10月この日は俳句をやりましたね、俳句ですね、みんなで俳句をやりましたね、樫信武雄さんですね、はい、まあ後ほどいろいろで、はい、俳句をやりまして、まあずっと俳句だよね、そうだね、だからでもこれ写真もそうですけど、うん、いつもは五七五みたいな感じだけど、うん、これはもう一本作ってみるって、もう最初ただの俳句五七五普通にやってたんだよね、うん、で途中で武雄さんが言い出したんだよね、うん、じゃあ最後でそれぞれ一本書いてみる片思いでってなぜかでそれぞれね書いたんだよね、片思いっていうお題なのに樫信は片思いって入れちゃう頭に一番ダサいやつ、でもいいやつだったね、片思い、帰り夜空をなんか見上げながら、夜空を見上げる帰り道みたいな、あっとりさんがなんか触りたい、なんかなんかそんななんか気持ち触りたい、抱きつきたい、見つめたい、見つめたいみたいな、そのすごいよりも引っ張るスタイルの俳句いきなりありましたね、ねえ、で、はっで、あの武雄さんのがすごい良かったよね、あー、そうね、なんか憧れの、あの人見てる、君見てる、うん、ね、直接じゃなく、そう、誰か好きな人を見てる人を見てるみたいなね、うん、そうそうそう、いい、まあ俳句すごいやったんですよね、この時ね、面白かったですよね、うん、はい、そんな週そんな10月ですね、この辺からね、この辺からっていうか、このどんぐらいだろうな、もうそうっすね、もう8月ぐらいからもう登場のなんか変なんやる、うん、変な最初のがなり変な登場ね、ないんですよね、いろいろやってたの、忘れてたのか、まあゲストがいるからやめたのかみたいなね、なんか焦ってたんですね、うん、で11月、まあ、ものすごい僕がもうやりたかったやつですね俺意外と11月、そう、まあゆめちゃんと河合とホビー、ホビーちょっと消えちゃってるな、ホビーが、来てくれて、来てくれて、
ウォーキングデッドシーズン8、放送企画、放送記念、ゾンビでごきげんようっつって、はい、ごきげんよう、あのごきげんようをね、ゾンビバージョンでやったんですよね。これ好きでしたけどね、すごい。これ好きだったんですけどね、はい、服部さん の、まあね、あの音響ミス。ミス。ミスに次ぐミス。一度も正解できないっていう。そう、すごい僕作ってきたあの何が出るかなってててててててをすごい気持ち悪い、うん、なん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 みたいな、そう気持ち悪い感じね、そうゾンビっぽい、そうそうそう、あとあのね正解ですとかもあったんですけど、ね、あったんだよね、はい、あれてれれれれれもうそう、それがねそれが悔しい、割とガチめにその可愛いにちょっとちゃんとしてくださいよってやられるっていう、あの噛みつきたくなった話とか、うん、であるじゃないですか、ああいうのね、噛みつきたくなった話、ガブガブはい、ガブガブみたいな、うん、あれもね、なんかね、あのそう食べ過ぎになった話、よいしょーっつって、うん、座って、あ、ガブガブみたいなあれは、あれは小坂井兄さんのもう一回見直した方がいいね、そうだね、もう一回やりたい、怒られるね、小坂井兄さん、シーズン9が出た時にこれやるからねご機嫌ようかどうかわかんない、うん、あの、ゾンビ、だから、あの、ハトコの部屋っつって、うん、はい、それではですね、今日はですね、ゲストのゾンビさんがいて、はい、4人それで、いや、そうなんですね、ございますねっていうのをやってもらう可能性もある、うん、何かのパロディになる、それは、なるほど ね、まあ、そんな11月、これが先月でしたね、はい、はい、はい、そんな感じで、1年ね、振り返りましたけど、服部さん的になんか、とあれ、あの企画良かったなとかあります？企画だからもう、あれですよ、最後の、ゾンビのゾンビでごきげんよう、はい、いや俺も大好きなのよ、意外とね、やっぱ楽しめたというか、そうなんだよね、だから最初はちょっとね、その不安な要素もちょっとありつつ、そうそのどうしたらええんやっていうのがあったけど、うんうん、次もっともね楽しくできそうで、まあ、もうちょっといろいろ決めた方がいいね、そうね、あのいつ喋り出すのか、そうね、喋り出しまあその感じもちょっと楽しかったんだけどね、そのそうそう、ちょっと最初とかやってたけど途中からね、どうしますってなっちゃってね、うん、ただね、その時のだから僕はその、うん、メイクしないわけじゃないですか、うん、で、みんな他の人たちは裏でメイクしてたんですよ、うんうんうん、その時のみんなのキャッキャキャンがキャッキャキャンキャッキャキャンキャッキャキャン、もう僕ら一人でもう寂しくこう一人で座ってるわけよ、うん、楽しそうにやってて、すごい羨ましかったの、俺すんごい楽しかった、だから逆でもいい次お前がゾンビでもいいよね、そうだからもう俺は特にその時の俺は反省がもう いけそうじゃない、俺小坂井さん金髪にしていけそうじゃない、もうゴリゴリの、ねね、だから俺が次やってもいいよ、小坂井さんで次ゾンビやればいいし、うん、ゾンビね、まあそんなのやってきました、はい、ただ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 これ振り返っただけですよ今、はい、ただそれだけ30分経っちゃったんですけど、これやばいね、だけどこの放送最後の放送で振り返って終わるんじゃなくて、はい、この放送を見て、うん、これを初見で見た人が、え、そんなあったんだ、こんなあったんだ、はい、あ、じゃあ何月を見てみよう、何月を見てみようってなってほしいので、うん、この企画をちょっと最後にやりたいと思います。俺らのランキング、よいしょー、色々やってきましたけども、はい、ね、その中でも俺らがねおすすめする、うん、やつなんてあるでしょ、まあね、この回見てほしい、この瞬間見てほしいなんていうのあるじゃないですか、うんね、今振り返った中にね、まだ出してないないあるじゃん、前いけない前あるじゃないですか、前で、衝撃ランキング、衝撃ランキング、ね、それとあと、神回おすすめランキングね、なるほど、まあ、今年のよ、はい、まあ、自分なら神回なんていうのも恥ずかしいところでありますけど、ただちょっと時間がないもんで衝撃ランキング、ちょっとパッと服部さんから1個いただきましょうか、衝撃ランキングというか、はい、まあ、衝撃、衝撃、ここを見てくれ、この衝撃、この衝撃見てくれ、はい、書いてください、これ服部さん、ここを見てくれ、何月何日の何々とかじゃなくて大丈夫なんで、ここを見てくれ、いや、この回のね、これすごかったんだとかね、そんなんを書いてほしいなって、いろいろありましたからね、ではミスもありましたし、そう、例えばね、これはね、それこそ、その見てほしいというか、うん、あれなんですよね、もう服部さんの衝撃、ね、これのせいでこれこうなってるよっていうのは、うん、例えばマノの回なんかはね、ダンスを教え方のマノがちょけすぎちゃって全然全然ダンスをやってくんないっていうね、うん、もありましたし、僕はなんなら服部さんのこのダンスが衝撃でしたけどねそれマジで見てほしい、衝撃、はい、
いや楽しかったっすよ、あれでも。じゃあ服部さんの衝撃、はい、衝撃ナンバーワンですかこれ。衝撃これナンバーワンですよ。じゃあ、皆さんに見ていただきたい衝撃ナンバーワンこちら。まあ見ていただきたいというか、はい、その回、ゲストの女の子が来ない。あああそうかそうか、だからか。そうなのよ。あ、そうかそうか、そうなんですよね。10月の貸し延ぶ、うん、ありましたっけそんなことね。お前のせいだよ、うん、回で本当は、うん、こう僕すげえノリノリだったんですよ、うん、その、もともとやりたいと言ってた、その告げが やりたいって言ってた企画で、うん、その貸し延ぶと、うん、服部がどっちの方が女の子にモテる要素あるのか、うん、だからみたいな、あの、あれですよね、いろいろ少女の方がいいとか男性、あの女性経験ない人がいいとかいうのがね、ありますから。そう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 、ね、このもう歴史の勇者、はい、ね、ものすごいエッチばっかしてる服部さんと本当はしてないですけど、全く童貞の貸し延ぶだ、うん、どっちの方が女の子の心をドキュンとできるのかっていうのをやりたかったんだよね、はい、そう、それでめちゃくちゃ俺ら楽しそうだなって、うん、貸し延ぶと3人で話してて、そう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 、ここ来て、うん、開始10分前に、うん、あ、やばい、すまん、貸し延ぶ服部、俺、女の子たちに明日って言っちゃってたわ。いや、もう地獄だよ地獄だよ、俺的には10分前です。全然女の子たち来ないから LINE を見返したんですよ、この人。そうそう、ギリギリになるとかみんな言ってたから仕事は行くから、うん、それあれおかしいなって言ったら、え、明日じゃないの、明日じゃないの、明日じゃないのってみんなもう一番の衝撃、やべえってなって、もうだけどもういろんなものも買ってたし、それしか準備してないし、はい、そうだから滝本さんが来てたじゃないですか、うん、だからこれも その企画、女の子の呼んだ企画も一丁噛んでくれてたんですよ、その質問とかを考えてくれてて、そうそうそう、出るはずじゃなくてそっち側でいろいろやってくれるはずだったんだけど、 それがなくなったからって。確かにこれはマジで俺も1年の中の一番の衝撃かもしれない。冷や汗もんの、確かにね、 この回の、だからこの回のなんかそわそわ感はなたらないね。そうね、この10月ね、うん、10月の回見てほしいね。これは確かに見てほしい、うん、最初多分謝ってんだよ、だから次はもう。そうだね、なんと実はとか言ってんだけどね、やりたいんすけどっつって。まあそうか、衝撃ランキングそんな感じか。ランキングとかね、まあ、ちなみに衝撃つげさんあるんですか。僕はね、衝撃っていうとあれですね、服部さんなんでそんなこと言うんだろうっていういや、鳥発さん、鳥発クイズ的な。いやいや、もう前もって言ってたじゃん、なんでそれ言うのっていうのがあって例えば、うん、めちゃくちゃメモっとるじゃん、いっぱいあるのよ俺これも抜粋よ、その中でも。例えばベストアンサーを、はい、なんだ、なんか、なんつうの、ベストアンサーのをやった回の、何回かやった後の回ね、はい、で今日ベストアンサーやんないんですかみたいな、ベストアンサー取れた、やった、うん、じゃあ今日もベストアンサーって言ってきたの、うん、で今日はベストアンサーね、やらないんですけど、やんないのかよーとか言いそれやりたかったんだよね、服部さんやらないのかーってなって、いや今日はねちょっと一旦お休みでみたいな、うん、え、なんでだよとか言って、うん、で、まあ高い山もね、うん、休み休み登んないとダメだからって、ベストアンサーという高い山は休み休み登んなきゃいけないからみたいな感じで、俺はここで処理できてるよね、うん、お笑い的にこの話を処理、まあね、じゃあ今日は一回休もうって言ってくれたのに、確かになっつってね、高い山も休み休み登ろうよって言ったら、何個目だよ何個目だよっつって今何個目だよ、今何個目だよいや、それだったらね、いや、にしてもにしても早くない、何個、2合目ぐらいだよって言ってくれればいいのにしても早いわ、休むのまだ2合目ぐらいだわ、まあいいけどとか言ってくれないのに、うん、何合目だよっつって、俺もとっさに2合目低いなもうなんとなくでもテンポで面白かった気はする。でもそんなことなかった。あとそれ年末ぶった回の時って、はい、あれって無茶振りしてそれを本気でやらせるみたいな感じだったんですよね、うん、で僕が服部さんに 42.195km 走りましたもんねっつって言ったわけですよ、うん、ね、その無茶振りして、うん、だ本当にそう年末に同じ会話ができるかみたいなことだったけど、うん、42.195km 走りましたもんねっつって、いやそうだね、すごい走ってもね、すごい走ったよな、すごい走ったよなっつって、 42.196km ぐらいも走ってたもんなっていうボケで、おうもう 5km じゃなくて 6km ぐらい走ってたもんなっていうボケ、うんうん、で、はーってなってるのに、まあ余韻でね
余韻でね、俺のボケをちょっと薄める。それはね、42.19 走った後 100m ぐらい余韻あるかもしれないけど、はい、余韻ね、余韻でね。そんな潰し方あった？あったよ、すごかった。めちゃ潰してんじゃん、お前のボケは。すごいやん。あと、いい、さっき盛り上がって参ってんじゃねえよ。さっき、あの、俺が失敗して、うん、ね、のやつですけど、うん、ね、服部さん遊んでるね、うん、こあの、柏本は全く経験ございませんから、みたいな、うん、ありましたね。そうなのみたいな。いや、そうなんだって、あの、女性経験ないだけじゃなくて交際経験もないんですよ、つって、で、そんな女の子と全く絡んだことない人と、うん、ね、ちゃんとこうナンパもしたことあるし、あの女の子遊んでる子、これどっちが書いたって言わずにどっちの方がいいかってことじゃない。これはコントラストあった方が面白いんだよね。はい。で、だから、あのあの、頭文はあんま掘んないで、もうその2個の要素だけでいいから、うん、それあんま掘らないでおこうよ、つって、うん、ね、キスしたことあるとかなんとかもう全部ないって手でやろうな、わ、うん、かった、つって言ったら、あの、なんもないのよ、つった。え、でも風俗行ったことあるんでしょ。風俗行ったことあんじゃん、つってちょっと、えってなって、ないよな、あんだけど、あんだけど、あんだけど、もうとっさにないよな、つって言っちゃう。すごい言っちゃうんだもん、子供俺。あとね、これちょっともう全部言っちゃう感じになっちゃうけど、いい、もう一個だけ。時間はまあ気にしない。すいません、うん、俳句の回あったじゃん、その後に、うん、あったんですよ。で、みんな考えるときに、はい、いや、みんなね、いや、これなんとかだな、こういうのもあるもんなっていうつなぎをね、はいはい、あの、あんまやらないあの感じの雰囲気だったから、うん、僕は漫談みたいなしたんですよね、うん、なんか、その、みんな考えてる間、漫談僕はこういう時、こういうのありましたよね、こういうのありましたねっていう、ね、そう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 、あの、だから恋愛の、うん、とか言ったら恋愛の漫談みたいなのして、はい、その間に書いてねとかいう時の、うん、これはもう、俺、あの、当時思ってなかったけど、アーカイブ見てすごい思ったんだけど、うん、なんでかわかんないけど、お前すげえ俺に引っかかんのよ。一人暮らしの、うん、っていう俳句をみんなでテーマで作ろうって時に、うん、みんな書き始めます、うん、で、一人暮らしねっつって、一人暮らしの漫談これから俺がする、うん、時に、まあ僕も一人暮らししてたんですけども、つったら服部さんが、いや、お前ないだろって言うの書かずに、お前社長ないだろっつって言うわけよ。うん、で、確かに俺ルないよ、ね、実家からルームシェア4年して、彼女とちょっと住んだ後に2ヶ月だけ一人暮らしなのね、一人で住んだの。まあ、まあ、ないじゃないんだよね。で、でもある程度ね、話さないと。で、まあ、いや、いやね、まあ、あの、まあ、多少あるんですけど、いや、ないだろう。ないだろう、つって。いや、ある、ある、あるよ。一人暮らしはあるよ、つって。言ってんのに、ルームシェアだろう、つって。まあ、ルームシェアなんですけども、つって話し始めるわけ、俺が。で、バーって、バーって話して、で、なんか、俺が落ちなくてすごい探しちゃってんのを、面白がってかけてんのに、かけたって言わない雰囲気があって。ね。で、いや、かけてんなら言ってよみたいな最後にあんの、うん、で、俺あの、一人暮らしの話なかったからはははーってなってんの、うん、のに、服部さんがまだそこでも、いや、一人暮らししたことないだろなんであの、引っかかったのか、マジ謎なんだよ。もう、逆に面白いけど、なんか一人暮らししたっていうのが俺の自慢してるみたいな捉えてんのかな、みたいな、すごいのよ。したことないだろ、お前。恥ずかしい。人がしたことないだろ、ずっと言ってんの。そんな言ってた俺。これ見てほしい、マジで。なんでこんな引っかかってんだろうって。やべやべ、すっごい長く話しちゃった。盛り上がっちゃった。あと4つあるんだけどな。相当溜まってたんだろうな、溜まってた。なんだよ、あれ、なんだったんだよ。あー、すいませんね、なんか、はい、いろいろね。まあまあ、ちょっと、あと、ちょっともうちょっとやりたいことあるんで、はい、ちょっとだけ、俺らのランキング、神回おすすめランキング。これはね、だからもう、この回、マジで見てほしいってやつ。うん、もうこれもう3つずつ言おうと思ったけど、1個ずつ言おうか。あ、1個ずつ、まあいいや、いいよ、3つ言ってもいいし。この回絶対見てほしい。なるほど、うん、いいですよ。はい、書きますか。じゃあここに、あ、書いた意味で、書くのないよ、書くの。いや、この回は見てほしいっていうのがね、僕あるんですよね。僕はね、ここ、あ、そこ、じゃあお互いここ書いちゃおうか。うん、こう隠してさ、隠してさ、そうね、お互いに見せないようにしてさ、で、それで会ってたら面白くない？面白いなぁ。じゃあ、なんだこれ。はい、はい、はい、それと、いや、やっぱでもゾンビ捨てがたいんだけどな、俺。でもゾンビ界じゃないんだな、俺。ないんだ。うん、ゾンビ界じゃないの。めちゃくちゃ、あの、やっぱ最初の俺のふわふわ感ね、あの
あれひどい。マジでひどいあれ。周りの矢印。はい、書けました、書けました。はい。いきますよ。何月って書いてる？あ、何月じゃないです。あ、俺何月って書いちゃった。誰かの。まあいいか、じゃあ、せーの、ドン。あ、3個。あ、え？すごい3個書きたかったじゃん、だって。まあいいか、いいか。うん、まあとりあえず。これ6月だ、俺も一緒。俺も一緒。これ絶対一緒、これ。そうそう。これではね、ほんといろいろなんか面白かった、ちゃんと。いや、なんか、いや、全部面白かったけど、この回が普通に手放しで笑えた、俺も。俺も俺も。面白い。普通に見てて、ずっと見て超恥ずかしい話ですけどね、うん、自分たちの口見て。でも面白い。この6月はマジ見てほしいね、うん、6月もう6月だね、うん、今年の神回は、うん、いや魔ののおかげでってのもあるし、めっちゃこれいろいろあの魔のの友達とか、うん、僕の友達とか、うん、見てくれた人、うん、マジで面白かったっすよ。こっから見始めた人多いもん、アーカイブ。なるほどね、うん、ここだね、ここからすごい、確かに面白い、全部面白かったんだけど、うん、俺だからちなみに7月これ竹雄さん会ね。あ、竹雄さん会ね。いやこれね、竹雄さんとやってることが、うん、これ友達周りでやったら面白い、もっとできる。あれが僕はだから好きでした、そのなんとか、面白じゃねえ、滑らない話ね。滑らない話ね、特に面白かったあれは、うん、いやこれはすごい面白かった、うん、そうね。まあ 6月まず見てほしいね。6月見てまず俺らこと好きになって他の回見たらいいんじゃないですか。いや、なんでグルービー感出してるの。だから4月は、だから4月は河合の1回目。あー、これはマジで、うん、すんげえためにもなる。人として見てほしい。これすごい。まあ全部面白い。11月も面白いし、イカちゃんの回もほっこりして面白いし、全部面白いんだけど、だからこの企画はもう一回やりたい。確かにね、ダンスね。成長、ちょっと待って、成長かって見る。成長だから。お前成長しとくって言ってたから。あと、カシノブと服部さんの、はい、それね、童貞対、手だれ。手だれね、うん、手だれやりたい。さあ、まあまあこんなのね、皆さん見ていただきたいんですけども、ちょっとやばいな、すっごいおっしゃってますけど、うん、アーカイブ視聴数って見たことあります？ないですね。結構差あるんですよね。ええ、アーカイブ視聴数ランキング。結構差あるんですよ。実はちなみに平均とかは、平均がね、70、そこでも100いってないの。あんま俺数言わないでおこうかなと思って。あ、言ってごめんね、聞いちゃった。あれ、参ったな。何でどうしたの？ランキング書いた紙がないの。ちょっと繋いでるって思って。あー、これは今年3個目のミスですね。おかしいぞ。あった、踏んでた。あったあった。ありました。あー、かわいい。これもサクッとね、はい、予想してください。1位とビリー。1位ですか？1位。あ、ビリー、ビリー、ビリーと1位の差が、97票。あ、じゃあ100超えてる回もあるってこと？あるある。それか95と100で喜んじゃダメか。95と5の可能性もある。だってもっと昔の1年目、このザクマ TV1 年目の時って、うん、普通にもっといってるからね、500とか。マジ全然いってんじゃん。みんな見てくれてたんだ。じゃあワースト38。38。ただこのアーカイブの告知はあんましてないんだよね。あー、当時。うん、うん、生放送見てくんないんじゃないか、そしたらっていうのはあったからね。あ、そうね。そう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 。ワーストはなんだろうな。あ、だからあれじゃないですか。でもあなたの好きな回ですよ。あなた好きです、この回好きとさっきから言ってました。ゾンビ回。正解。あ、でもだからそれはでも先月やったからってのもあるでしょ。まあまあそれもある。まあ、まあ、こっから伸びる可能性も、俺らがこう言ったことによって伸びる可能性も、うん、伸びる可能性もある。あれ1位は、1位、1位は、うん、ああだから、いや俺はここであってほしいけど、うん、そこはね、実際そこないか教えようか、まず、うん、4位、うん、4位。だからでもこの今ちょっとやっぱ、うんうん、来てるという、うん、売れそうな、うん、イカちゃん会。
イカちゃん会2位2位そうなってくるともうないあ分かったミノタオウ会ミノタオウ会9位ただ土屋さんちょっと恥ずかしめたみたいになっちゃった土屋さんの会は9位ですマジえ、もうな、はい、かわいい間のかわいいホビー滝音さん会かわいいホビー滝音さん会のうちのどれかですねその中でやっぱ俺が楽しかったのは、うん、あれだなホビー会正解ホビー会でーすホビー会が1位へえそんなイメージないよねないホビー会が一応1位だ2月だ2月だ結局だからすんごい時間をかけて見てくれてるってことじゃない、うん、可能性あるだから例えば10月の見た人が他のやつ見ようかなっつってよく上がってる可能性もある、うん、にしたら 1月はどうなんやって話だけどね7位、まあね、まあ2人だからな、まあ、そう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 まあこんな感じでアーカイブも伸ばしていきたいよねそうだねだからガンガンアーカイブ視聴あれした方がいいね、うん、告知、うん、アーカイブから好きになってくる残るから別にそっち見ちゃうとかもう関係ないもうどっちも見てもらえばいいんだもん俺のアーカイブを俺らのアーカイブを載せたサイト作ろうかと思ってるええー、そんなできんのうん、サイト作ってその中の写真とかこんなことやりましたみたいなのが何月っつってやろうかなと思ってあすごいそれいいでしょ、うん、それ見やすい見やすいでしょだそれはだそれ用のなんかインスタとか作ってもいいしねそう世田谷じゃあ世田谷ウェブテレビの YouTube からのあれだとまあのもそのアーカイブとしてそういうあるから、ね、出ちゃうから、ね、俺らのだけまとまってるやつ、うん、それをちょっと作ろうと思いますはい1位なのあとこれもうちょっといいかないいっすか今日ちょっと年末なんで年末なんで、ね、すいませんすいませんこのザックバン TV いろんな方に出てもらいましたけども、はいその中で MVP は僕らですもちろんそうですよ危ない僕らもう一回僕らが一生懸命やってるんですから僕毎回 MVP ですかただいろんな人出てくれましたんでモーストバリアブルザックバラン TV フレンド MVZF を決めよう全然全然いい難しい感がすごい MVZF Z なのね、うん、Z じゃなくて Z ね ZF ね、うん、を決めよう今日決めてそれをもって今日の放送を終わりにしたいと思いますなるほどはいフレンズはいでちなみにね出演回数が一番多い方3名います、うん、はい僕はなんとなく僕は分かりますけども、はいまず1人目、はい、ホビーホビー、ね、これですねもう、はい、トップ取ってきたそして滝音さん滝音さんそして河合河合何に出たとか分かりますだから河合は、うん、そのベストアンサーの回うん、うん、2回と2回とゾンビゾンビねウォーキングデッドで滝音さんは、うん、夏のおやつとうんミノタオミノタオとカシノブカシノブ、はいうん、俳句の会と滝尾さんが企画いっぱい持ってきてる時ね、うん、でホビーがすごいのよいわゆる自分の趣味の服部さん趣味を探す会とメイン会とイカちゃんのカップソングの会と、はい、あとそのウォーキングデッドのゾンビの会、はい、ただ僕らがホビーのことをオファーしたのは趣味のを決めてくれっていう時以外、うん、この回だけで、うん、この回以外は勝手に来てるんですね出してくださいよ衝撃3個、うん、考えておいてって言われたから、うん、それも1個入ってんだ俺ホビーフラッと来る、ね、あとこれフラッと来て出てないけど、うん、これそのこれ以外に2回あと来てますよね終わりで皆さんの終わりで帰ってたらチャリで来たりとか、ね、やってましたよね、うん、あ今終わってます飲み行きますだから計11回中5回来てんだもうこの3人で成り立ってんじゃん、うん、そうなんだよ俺らの滝尾さんは3回出てくれたしいろんな企画を考えてくれたのねそうだよねこうした方がいいんじゃないか、うん、こうしたあとは河合はなんとベストアンサー取ってくれましたからねそうですこの3人の中から、これはだから難しいよね MVZF をちょっと決めてほしいんですけど回数で考えたらまあでも、はい、そのホビーじゃないですかまあ回数というかまあ来てくれた MVZF そうそうホビーでいいですかホビーでいいと思います僕はホビーがいいですそうしますホビーでいいですかちなみにミノタオ的にはその3人だと MVZF は誰ですかね
まあ放送的にはホビーかな。おー、ちなみにじゃあ柘植さんは。僕もホビーかな。ホビーかい。じゃあずっとホビーでよくない。ホビーほどこの TV を愛してる人間はいない。そうなの、 そうなの、 そこなのよ中根さん。MVZF ってザックバランフレンドをちょっと今決めてるんですけど、ホビー河合武雄さんで今難しい。そうなんです、難しいんですよね。そうですよ、そうなんです。そんな中ちょっと打ち上げの終わった後の打ち上げの盛り上がりも含めて河合君に。わー好きだもんな河合君。だって中根さんは河合君来たらやっぱ安定感が違う。違うっていうね、確かに。あと終わりの打ち上げ超盛り上がるからね。出てるしね、そうだな、確かに難しいな。ここのボスが可愛いって言っちゃったからな。ボスがね、可愛いって言っちゃいました。それを踏まえてホビーでいいですか。可愛いと、可愛いと竹雄さん、竹雄さんはもう影のというかね、ちょっとまあ出てくれてもいますけども。じゃあ変な話あれします。順番決めて、うん、順番に電話して、うん、一番最初に出た人にしますよ。そのなんかその昼の番組でやってる何色の何みたいな感じのにしますよ、うん、そうします。どうします、何がいいですか。じゃあ誰からかけるって、じゃあそのそれはじゃあ票数ごとにしようよ。じゃあホビー河合くん竹雄さんの順番に電話かけてみますか。いや絶対ホビー出そう、いきなり出そう。やっぱホビーは今日の放送、うんで、出てって言ってたんだけど、うん、仕事で出れないって言ってたから。あ、なるほど、じゃあ、まあ分かんないのか。じゃあちょっとホビーに電話してみます。はい、いきなり変なこととか言わないよね、あいつ。変な挨拶。おいっすーみたいな。おいっすー。さあ、出ますでしょうかね、これ。出るでしょうか。あっ、お疲れ様です。ホビー、お疲れ様です。お疲れっすー。ホビー来ましたよ。ホビー、なんと、はいはい、今回、はい、2017年のモーストバリアブルザックバラン TV フレンド MVZSF にホビーが選ばれました。ちょっとちょっと、どうですか。え、その ABCD ちょっとちょっと、ね、MVZF モーストバリアブルザックバラン TV フレンド、フレンドですね、いわゆる。そういわゆるフレンドに選んでいただいたわけですよね。栄えあるザックバラン TV に一番貢献してくれたんじゃないかという男、それがホビーに決まりました。うわ、今の気持ちどうですか。いや、もう嬉しさを通り過ぎて、もう、うん、もう一度嬉しさにたどり着いた気分です。じゃあ嬉しさだよ、それ。え、これ今あれですか、放送中ですか。今放送中です。うわ、さっきまで見てましたよ、僕。え、見てたの。え、もしかして今こっち向かってる。いや、向かってないんですよ。向かってた、もしかって。そっか、さっき前見ててくれたのか。ありがとう。見てました。なんかイカちゃんがゲストの回、俺が行ってたのにイカちゃんの話しかしなかったんで。本当に見てた。確かにな。なんかゾンビの絵も俺見切れてるし。あ、見てるね。見てますよ。そうだな。それはモストバリアブルザックリザックバランフレンドですから。いや、これ俺らも選んだかやったわ。でもそれ選んだかあった、よかった。見てますよ。ホビー電話出なかったらね、可愛いになるとこあったのよ今。いや、そんな流動的。そのアワード、ありがとうな、ホビー。いや、とんでもないです、ありがとうございます。来年も出てくれな。もちろん出ますよ。だからシーズン9ですか。うん、楽しみですよね。あ、そう、お、見てるね。見ててくれたんだね、本当に。でも、最悪こっち側がチーズ9作っちゃおうぐらいですよね。早く出たい。そうだな、そうだな、それ作っちゃいたいな。じゃあ、ホビー、ちなみにじゃあ、来年、はい、なんかちなみに撮りたい賞とかってある？ちょっとですか。僕が撮りたい賞ですか。そうそう、いろいろキングオブコントもあるし、M1 とかもあるし、あとまあ、ね、ザクワン TV もあるけど、撮りたい賞何があるかな。ありますよ、まあ、若手芸人としてもあると思いますし、うんうん、こんだけ、ね、柘植さん、服部さんに愛していただいて、うんうん、撮りたい賞はもう一つでしょ。うん、何？ベストジーニスト賞です。お疲れした。お疲れした。おめでとう。さあね、おめでとうございます。あいつベストジーニスト、まさか。渾身のボケですね。確かに白 T は、うん、似合うからな。確かにね、イカちゃん界ですごい名言を残してくれてますからね。何でしょう。あれですよ、
あのポテトヘッドを描こうとすると町浦ピンクさんになっちゃうっていうあの二人が似てるっていうね。こちらですね、こちら、はい、そうです、それこれを描こうとすると町浦ピンクさんになっちゃうっていうね、はい、まあ決まりましたね。来年もね、いやそう、皆さんまあもちろんお世話になったんで、はい、もう来年もちょっとぜひねお願いしたい感じですけども、はいはい、もう1時間やりましたけども、まあまあ来年、そうです、来年はだからもう100人も目指して、そう、100人の回をね一応僕ら3月かな、はい、やろうと思ってますんで、その時ぜひ見てください、はい、今日来ている方に今日は、ね、直接行っちゃうんで、はい、来てくれてますんで、はい、はい、まあ、そんなところですかね、はい、一年楽しかったですか、どうでした、楽しかったですよ、もう一言で言うとどうですか、一言で言うと、一文字4文字で言うと、うわっ4文字、ありがとうございます、うわっ、うわか、うー、伸ばし棒、わーちっちゃいやつね、うわかね、まあまあ楽しい1年ですけど、来年もね、もういろいろ頑張っていきたいと思いますんでね、皆さん、あのぜひね、はい、あの飽きずに見てほしいなと思いますけどもね、目指してみんなで楽しくやります、うん、もっとね、面白いことできそうだなっていろいろ考えてますんでね、ぜひ皆さんそれを楽しみにしてください、はい、大丈夫ですか、そんなところで、はい、それではザックバランにね、20171年を振り返ってみましたけども、はい、2018年もザックバラン TV をよろしくお願いします、よろしくお願いします、2017年ありがとうございました、よいお年を。